ではそれでは歯周病の検査の結果についてご説明したいと思います。で、歯周病というのは沈黙の病とも言われてまして、ほとんど症状なく進行してしまうので、症状が出た時には結構進んでしまうことが多いですね。怖い病気になります。一番その歯周病の治療で病気の元になるバイ菌をコンスタントにご自身で取っていただくことっていうのが一番大切になります。まず、今日とか次回ぐらいまでかけてですね、まずこのブラックコントロールを徹底しないといけないので、歯ブラシの練習を衛生士と一緒にやっていきます。で、その後ですね、目に見える部分、歯茎より上の部分の目で見える部分の掃除を徹底的にやっていきます。それは歯石の除去だとか、プラークを取り除いたり着色を取ったりだとか、そういったことを、1回か2回ぐらいかけてやっていきます。で、その後、しばらくちょっと治りを待って、検査をさせていただいて、治りが悪い部分に関しては、麻酔をさせていただいて、この歯周ポケットの中に歯石が残っている可能性がありますので、その部分に、こういう器具を挿入して歯石をかき出す、バイ菌をかき出すような処置が必要になってくることがあります。で、それを一通り悪いところにはやらせていただいて、さらに追加の治療が必要な場合がありまして、深い歯周ポケットだとか残っている場合は、その次の段階では歯周外科処置といいまして、ちょっと小さな歯茎に石灰を入れて、中の、深いところに残っている歯石だとか、悪い組織を取っていく処置、または、条件が整えば、この歯周病ってこう歯を支えている骨が溶けてしまう病気なんですけど、溶けた骨を再生させることも今可能になってきています。治療が完全に終わって、これで大丈夫だろうとなりましたら、メンテナンスという部分に移行していきます。歯周病は本当に再発しやすい病気ですので、定期的に、クリニックに来ていただいて歯茎の状態をチェックする必要があります。どうしてもこの通っていただくの大変かもしれませんけれども、歯周病を治療することだとかコントロールすることは今可能になってきてますので、ぜひ直してですね、ご自身の歯で食事をする楽しみを、嬉しさを感じていただければと、思っておりますので、一緒に頑張って治療していきましょう。歯周病の治療はどうしても長期間通っていただく必要があり、患者様にもご負担をかけてしまい大変かと思いますけれども、現在の医療では歯周病の治療やコントロールすることは可能になってきております。ぜひ頑張って治療を続けていただいて、自分の歯で噛める嬉しさ、楽しさっていうのを感じていただけたら嬉しく思います。